今のは？み。これは？しとれとど。じゃあこれ。そ以外全部。確かにこれだけ音が出ない。深く。すごいね。聞いただけで何の音かわかるなんて。絶対音感。別にどうってことないよ。七子のおもちゃにされるくらいで。さて、ちょっと図書室行ってくる。あれ、それ昨日借りてた本だよね。もう読んじゃったの？もう。光は最後まで読まない。しおりが最初の方で止まってる。よく見てるな。いつもそう。映画も最後まで見ないし、音楽だって。途中まで来れば大体わかるよ。わかったらそれでいいじゃん。だったら最初から読むことないじゃないか。そんなことない。いい本だってあるよ。私には分からん。こんなのもある。あ、そんなのどっから。星空の下で演奏会、クジラ座、グリーゼのメッセージ、天文台でコンサート、ピアノの曲を宇宙に向けて送るんだって。え、いつ？来週の1週間毎晩。それがどうしたんだよ。天文台の所長が光のお母さん。そう、ピアニストがお父さん。流星予報。あそこだ。便利な宇宙人だ。でも月しか見えないよ。あれおかしいな。間違っていなかったのだ。見ろこれを。今度のかけらは月の衛星軌道上に囚われている。月の月。いいじゃん、行ってみようよ。月。ちょっと待て、月だぞ。月。月の月だよ。まあ宇宙ならこの間行ったもんな。あれはたかだか高度400キロ。地球のほんの一部だ。あのさ、直したくないの宇宙船。そりゃもちろん。頼れるのは私たちの他に。いたら苦労しない。だったら私たちが行くしかないじゃん。そうか、君たち僕らのために。だってこんなの誰もやったことないよ。面白そうじゃん。じゃあ特訓だ。100数えるまで重力に身を任せるんだ。そんな。今度は加速だ。垂直降下90度。今度は上昇だ。一気に引き起こせ。おっ先。空気が重い。待ってよ光。どうしてさ、このくらい簡単でしょ。なわけあるか。いい風も吹きそうなことだし、かけらの回収は明日木曜日の放課後にしようと思う。風？思ってたより早いな。明日。どうしたのスバル。コンサート明日行こうと思ってたんだけど、ヒカルちゃんも行った？行かない。え？あ、じゃあ今度一緒に。てかどうせそれ明日はお休みだよ。
本当だ、この日だけ？宇宙に曲を送るってどういうこと？クジラさんのグリーゼの惑星に地球に似た星が見つかったの。へえ。でね、そこにいるかもしれない誰かに私たちはここにいますよっていう意味を込めてピアノの曲を送るんだよ。ロマンチックね。そんなことをせずとも地球外生命体だったら僕がいるじゃないか。なんか興ざめだな。何を？誰も地球外知的生命体に届くなんて本気で思ってるわけじゃないよ。そんな遠いところに曲を送ったって届くのは何百年も先だし、相手がいるって確証もない。つまりこのコンサートの目的は地球人に向けた天文台の話題作りってこと。はあ。やあ。あれ、私教室に忘れ物取りに来たはずなんだけど。そう、何かあった？またそんな顔して。え、ここいつもつぼみばかり。でも花が咲いたらきっと綺麗だろうな。ここの花は咲かないよ。咲かせてはいけないんだ。どうして？ずっとつぼみのまま？咲くべき時を間違えれば花は実を結ぶことなく枯れるだろう。でもきっと綺麗だろうな。どんな花になるのか分かっていたら咲くのを見なくてもいいと思う？どんな花も咲いてみるまで分からないよ。君は誰のことを言ってるんだい？友達です。君は人がいいな。どうして？言葉なんか信じてる。ヒカルちゃんは嘘なんか言わないよ。スバルは自分の気持ちをそのまま言葉にできる？うん。自分でも気づかないうちに鍵をかけている扉もある。ミナト君、言い方がいつも難しいです。そう？そうです。そうかな。私が月に行くって言ったら信じる？うん。本当？君が僕に嘘を言う理由がある？月に囚われたかけらか。お父さん、今日はいるんだ。珍しい。ごめんなさい、機材がトラブってて今夜も泊まり。あなたは明日に備えて休んでて。ヒカルは帰ってる？月？何それ。あ、そう、あなたやっぱり今からこっちにいらっしゃいな。違うの、お仕事じゃなくて。だってあの子が今まで私たちに嘘ついたことある？この間とは違う音が聞こえるね。騒がしい地球を離れたからな。とはいえ油断するとまだ。電波も拾えるのか？ちょっと渾身しただけさ。君たちもどうだい？いや、私たちはいいよ。だってこれ見てるだけで十分だから。こ
これが本当の月。意外とあっけないもんだな。そんなことないよ。ここまで来るのにロケットだったら何日もかかるもの。月は裏と表で地質が違うとか分かってないこともたくさん。どうしたのスバル。とにかくすごいんだよ、面白いんだよ。退屈なんかじゃ。何か光ってる。かけろだ。待って、後ろ。ラデンダの待つロマント。なんでいつも来るんだよ。星に導かれたからだ。なぜ君はいつも僕の前に立ち塞がる。私も何かに導かれたのかも。冗談は嫌いだ。だったら私が導いてやるよ。えい。スバル大丈夫。あれスバル、あいた。おっと。ありがとう。あ、魔法陣が崩れる。全員衝撃に備えろ。スバル、光ちゃん。あれ、ここは、あれは星？で、こっちは地球？ってことはここって、いやいや。すごい、ヒカルちゃん、私たち月に来ちゃったよ。楽しそうなとこ悪いけど、これは夢だよ、多分私の。ってことは、このスバルも私の深層意識の作り出したスバルということか。すごいよヒカルちゃん、月って美味しそうだよ。食べた。ごめんよスバル、私の深層意識は君のことをアホの子だと思っているようだ。私、どうして夢なんか見てるんだっけ。早く目を覚まさないといけないような気もするけど。ヒカルちゃん、美味しいよ。本当だ、思い出せないけど甘くて懐かしい味。ほらね。ヒカルちゃんはどうして魔法使いになれるの。何でもできて何でも知ってて私とは正反対なのに。それはつまりスバルンは私のことを誤解してるということだよ。カッコつけたこと言ったって、本当は何だって中途半端にしかできないんだ。だってお父さんの作った曲だって私は最後まで聴く勇気もないのに。会長の言う通り、私は誰よりも何者でもない。資格は十分だよ。お父さんの曲？ほら、あれだよ。夢は何かと用意がいいね。あれがお父さんの曲？そう、見覚えがある。だけどやっぱりダメだ。どうして、聞きたくないの？もういい、早く目を覚ませよ。私、ヒカルちゃん、気がついた。スバルン、この曲。うん、さっきからずっと聞こえてる。夢じゃない。どうして聞こえるの？地球からだよね。だけど今夜はコンサート、お休みなんだ。そうだ、今夜は月がグリーゼを遮るから。月が、もしかしてヒカルちゃんのお父さんとお母さん、ヒカルちゃんが月に来てるって知ってるのかな。何言ってんだ、そんなわけない。あるはず。あ、そうだよね。家のホワイトボードに月って書いてきた。え、じゃあやっぱり。だからって本当に引く。絶対そう。てか、なんでスバルお父さんのこと。あれ、そんな話しなかった。夢まで懇親か。もう何でもありだな。その日は熱出して寝てたんだ。お父さんの部屋からはピアノの音がずっと聞こえてた。でもその時のピアノはなんだか困っているような、そんな風に聞こえて、そして私には音が見えたんだ。お父さんの探してる音はきっとこれだって。自分でもどうしてそんなことをしたのかわからない。
ったけど、怖くなった。私の書いた一小節がお父さんを困らせちゃうんじゃないかって、そう思ったら怖くてたまらなくなって、私はその曲を最後まで聴けなかったんだ。お父さんもお母さんもちゃんと自分の夢を叶えたんだ。私は二人の邪魔をしたくなかっただけなんだ。スバルちゃん、ヒカルちゃん、聞こえる？うん、聞こえる。ああ、大丈夫。このまま行くぞ。かけらを二手から挟み込むんだ。そのまんまだな。わかりやすくていいじゃん。ナナコたちの魔法陣だ。気が早いな。来ちゃったね、月。ああ。あのね、ヒカルちゃん。心配しなくても大丈夫だよ。月に行ったくらいで魔法使いやめたりしないから。だろ？うん、でも半分外れ。邪魔なんかじゃないよ。え？小さいヒカルちゃんのしたこと。だからこうして弾いてる。聞かせようとしてる。そんなのわからないよ。聞きたくないの？お父さんの気持ち。そうだよ。知るのが怖いんだ、私は。あいつだ。え？アンニャロも分かりやすいやつだな。行くよ。何？あいつと繋がった？どうして？僕を利用する気か。都合3対3でちょうどいいか。このままやっちゃえ。なら僕も君たちを利用させてもらう。そう、一回ショックして。またまでなんて聞けないよ。だって聞いちゃったら私泣くしかないって分かってる。だけどそんなとこ誰にも見られたくない。スバルン。あ、月、美味しかったね。うん。どうかしら、ちゃんと届いた？ええ、バッチリです。解決しました。ありがとう。おかげでいい演奏ができたわ。ちょっと娘に届けたくてね。は？確かに、ヒカルは私たちに嘘の一つもつかなかった。私たちには過ぎた娘だよ。私たち、すっかりあの子に甘えてたわね。明日はヒカルも呼ぼう。そうね。でも、来てくれるかしら。明日、二人で聞いてみよう。あれ、ここ物質？私たち、さっきまで月にいたんじゃ。アメイジング。ヒカルちゃん？わかったぞ。かけらを確定させたことによって、この部屋に保管してある他のかけらと共鳴現象を起こす。ちびっこの目に涙。どうした？何があった？なんでもないよ。バカ見るな。もしかして彼が？ああ、そうじゃないよ。あ、でもどうなったのかな、あの人。どうもなりゃしないよ。すぐまたしれっと現れるって。話そらすな。そらすってなんだ。私たちは月まで行ってかけらを捕まえてきたんだぞ。それよりすごいことか。圧倒的じゃないか。泣くほど嬉しいことなんてそうないよな。なんだよ。みんなが微笑んでいて、恥ずかしくて嬉しくて、横向く星空。
冥王星にはカロン、マカロン、木星にはカレ、カレ、土星には次回、帽子と氷とお姫様パン。お腹すいたー。